ランス南都市ロワール川につながるセイントフェリックス系戦地に設置したフラットボードが約15日間にわたり、ペインターやイラストレーター、彫刻家などさまざまなアーティストたちの遊び場へとなっていきます。今年の夏、このフラットボードは外側と内側から見る一つの共同アート作品として生まれ変わります。勝俣秀之です。絵を描いていまして、生まれたのは東京都です。それで親が転勤族だったので、大阪、名古屋、埼玉、東京に住んでいました。それで絵を始めたのはもう25歳ぐらいを過ぎてから、それまで洋服屋さんで働いてたんですけど、なんかすごいいい服を作る人と知り合って、なんかここまで僕絵が、服が好きじゃないなと思って、自分の一番好きなのは何だろうと思って絵を始めました。そしてそれを続けてなんか今に至っています。家事は普段通りな感じでいいみたいな感じで言ってくれたんで、普段描いてるのがちょっと日本っぽかったりするので、あんまりこう今日のためこのために特別ってわけでもなく、普段描いてるような絵を描いて進めています。そのインスピレーションを受けたってわけでもないんですけど、でかいピースで頭が象のなんかガネーシャみたいな絵を描いたんですけど、あれはあそこにある大きい象が歩くやつを、象に乗れるやつですかね、象の公園のところで象を見て若干なんか影響されたかもしれないです。なんかブラシでちょっと日本画みたいな線を引くのが好きなんで、そこはちょっとこだわっていい線引けるように練習したりして頑張ってます。なんと沼地がすごいいい感じなんで、人も穏やかだし、家事に連れてってくれるバーの人とかもみんなフレンドリーで優しくしてもらってるし、とてもリラックスして楽しくできています。ありがとうございます。